おはようございます。速稼塾の久保です。暗号通貨のイーサリアムが今急騰してますよね。これはですね、アップグレードが完了したっていう報告ですね。アップグレードのベルリンが完了して、それによってですね、値段が突き上げられたんだと思います。あとはね、分散型金融のディファイっていうのがあるじゃないですか。あれにやっぱりね、どんどん利用されてますね。でイーサリアムが必要になってきます。で今回のアップグレードっていうのは、イーサリアムっていうのはね、手数料のいわゆるガスっていうのが高くて問題になってたんですよ。これを改善してもっともっと使いやすくなると、イーサリアムを利用する人が増えて、イーサリアムの購入とか販売が増えて、出来高が上がって、イーサリアムの価値が上がるんじゃないかなってことですけど、まさにそうなったんじゃないかなと思います。しかもこれね、7月にはですね、次のアップグレードがまた予想、用意されてるんですよね。次はですね、ロンドンっていうアップグレードが7月にあるらしいです。21年の7月ですよね。だからこれあっという間に7月になりますから、仕込む時ってこの 2,3 ヶ月しかないわけですよ。私はこれね、イーサリアムは100万円まで見てますけども、今27万3900円。これでも高いなって感じられるんですけども、ちょっと前までね、2万円を切るような金額でしたからね。だからその時に仕込めたら一番いいんですけども、いやいや、今からでも全然間に合うんじゃないかなと思いまして、私は20万円を超えるまでに仕込みは完了している方なんですけども、今から買うかどうかっていうとね、私はちょっとね、勇気がいるなと思いますね。勇気がいるんですけども、まあ10万円ぐらいまでを検討できる方なら、買っといて損はないという判断にもなるでしょう。ただし、全ては保証があるわけじゃないですからね。買ったけども損したってこともありえますんで、それは当然私が言わなくても認識してこの世界に入ってるんだと思いますけども、中にはね、ちょっと勘違いして甘い方もいますんでね。損することが前提なのに、そういうね、結果もあるのが前提なのに、もうね、儲かるしかないと思ってる人がいるんですよ。で、儲からなかったら話が違うとは言いますけども、いや、投資はそういうもんでしょう、暗号通貨はそういうもんでしょう。今までね、FX すらやったことがなくて、株もやったことがない人がいきなり一番難しいね、暗号通貨に入るわけですから、めった打ちになることは覚悟ですよ。そのぐらいの覚悟がないんだったら、もうお金を投じるべきではないですし、まあ、そもそもね、それはね、ビジネスにも投資にも向いてない人なんですよ。だからきちんと投資やビジネスのことを、歴史とか手法とか、パターンとかをね、やっぱり勉強して検証して、でトレーニングを積んだ後で世界に入ってきてほしいなと思います。ただ実際にはね、本当にね、お金カツカツの人が一発逆転、要するに満塁ホームランを狙ってね、打席に入る人が多いんですよ。まあ、デッドボール食らって終わりですよ、そういう人は。だから気をつけてもらわないとね、その辺は。気をつけてもダメになると思いますけども、潤沢の資金があって、10年30年それが寝かせれる余剰資金があって、しかもそれがゼロになっても全く困らないような人だけが参加すると、もっともっとシビアな世界になると思うんですけども、今はね、暗号通貨の世界も投資の世界も甘いんですよ、すごく。入るのは甘いです。なんかアメリカの大学みたいに入るのは簡単なんですよ。でも利益を出すのは容易ではないです。なぜなら、百戦錬磨のね、勝ちまくり投資人間がうようよしてますからね。だからあなたはどうですかね、投資なんて経験あります？投資で勝ってきましたか？要するに素人ですよね。その素人さんがマイク・タイソンのいるリングに上がって、今夜マジソン・スクエア・ガーデンで試合をしようっていうのと同じぐらいちょっと狂ってることなんですよ。まあ、だから本当にね、なくなってもいいような金額でちょこんとやるとかね、そのパンチで吹っ飛ばされて即死になるような入れちゃダメですよ、やっぱり。ただ大抵の方は500万とか1000万で即死になっちゃうんじゃないですかね。多分それでもう真っ暗になると思うんですよ。ただ投資の世界に入るんだったら、3000万とか5000万とか、本当やられてもね、本当なんか鼻息混じりでね、鼻歌混じりでやり過ごせるようなタフさがないとダメですよね。いきなり生活が壊れたり、周りの人にね、そのお金を借りないとダメな暮らしになる人は、まあ投資には向かないですよね。特に暗号通貨とかはね、チャンスがある分だけリスクはでかいですから、そのことはやっぱり誤解しないように入った方がいいと思います。もう覚悟ができないんだったら、じっとしてるしかないってことなんですよ。それから余剰資金が作れないんだったら、もう投資の世界に入らない方がいいということですね。これもね、今まで2013年から繰り返し申し上げてますけども、勘違いする人がいるんですよね。簡単にお金が増えた、それ確かに簡単ですよ、何もしないんだから。簡単にお金が増えるっていう現象はありますよ。それはあくまでも自分が値上がりする銘柄をたまたま買っていたからなんですよ。だからたまたま買ってないわけでしょ。だから損してるんですよ。で、あとは含み損の時に決済するからですよ。含み損をいかに耐えて含み益に持っていけるか、その時間が待てるか、そのためにアクションができるかってところがありますよね。だからいろいろと自分一人でやらなきゃならないことがたくさんあって、それこそね、アカウントの作り方を聞いた人とか、それに親身になってサポートした人に責任を追っかぶせるような精神力だったら、本当に迷惑なだけしかないんで、ただカモになるしかないでしょうね、そういう人はね。実際投資で勝ってる人、暗号通貨で勝ってる人って、負けた人の利益をこっち持ってきてるだけですからね。合法的にお金を奪ってるわけなんですよ。それが嫌なんだったら、もう入んないことですよね。で、
負けてなんかねグダグダ言うんだったらそれはもう誰も聞いてもらえないですから。投資の世界に入ってお金なくしました、バカなことやるんじゃないよって言われて終わりでしょそれはひどいとか、投資で稼いだ人に弁償させてやるみたいなこと通用しますかねそういう世界なんですよやっぱりね。ビジネスみたいに甘くないですから、危ないなと思ったら本当10円とか20円でやるとかね、そういう風にしたらいいんじゃないですかね。何百万とかっていうのは将棋の指し方ではないと思いますよ。私もやんないですね、そんな何百万みたいなのは。そんなわけのわかんないことはできないと思います。ということで今回は暗号通貨について、イーサリアムから始まったんですけどね、ちょっとぼやきをお届けしました。